をこう外側、中にしまわずに外側にして半分に折るときに、この周りを合わせるのではなくて鉛筆を沿かせて半分にまずします。でもう半分、その時も鉛筆を沿かせて、まあ、ここが合うように、もう半分です。でここをちゃんと尖らせるようにしっかり。でここからなんですけど、この半分から外側と外側に飛行機の折り方と似たような感じなんですけれども、でこの最後の2枚も反対側にしてもらって折ります。で2枚がちゃんと合わさって折れるようにします。この時にこう飛行機になるような感じですね。でこっちは一体化輪になってるんですけど、こっちはこうペラペラしてる感じ、これが折り方です。折ったものを3つ用意して図案があります。で1番2番3番をどれをどのようにするかを決めます。でその時に、まあ、例えば一応基本っていうのは、順番は1番から明るいから暗いで決めます。まあ、これは絶対じゃなくても大丈夫です。でこの順番にいきますね。1番2番3番濃く大きく分かりやすく書きます。ここが貼り合わす時のポイントになるので、あの小さく書かずに大きく書く。でまずじゃあ1番から広げていって、この16分の1の三角の部分にこの図案の1番を写します。でこの当てる時のポイントなんですけど、外側の線を合わせるのではなくて、この中心と中心、紙の中心と図案の中心を合わせて、この横の線も合わせて、中の柄だけを写して、横の線は書かなくて、中の柄だけを写しています。その時あまり濃く書かなくてもいいです。ここの線を要は切っていくので、自分が見える範囲でいいです。これを折り直します。これで1番が出来上がる。2番中心と中心を合わせて、この紙が濃い色になるほど、こういう風になった時に写しにくいので、難易度が紙の色によっても多少変わります。カットしていきます。すべてハサミでできるデザインですけど、慣れるとカッターの方が一番下まで綺麗に切りやすいです。で先端を先に落とすのがちょっと不向きかなっていうふうに思います。ここがちゃんとこう重なってるので、ここを最初に落としてしまうとこうズレズレしてしまうので、結構力がいりますけど、一発で切り落とせれば切り落とした方がいいです。で例えばハートですが、ハートの形に切ろうとせずにパーツごとにこう落としてもらっていても構いません。紙を回しながら、あまり自分が曲線の時に回、自分が回るんではなくて、手が回るんではなくて、紙をこう回しながら描きます。
ちの押さえる方の手もポイントで、なるべく近くでグッと押さえながらやります。細かいところをこう押しながら、押し切りで、うん、今切り抜いたやつはハートにするとこんな感じで可愛いので、お子さんが遊んでもらってもいいかな。すべて切ってからでもいいんですけど、こういう途中でこういう切り残した鉛筆はさささっと消してもらうと、仕上がりが綺麗です。ちっちゃいハートですね。で、こう切ったりこう切ったりするときに、上から下に力をかける方が紙もずれずに切りやすい。で、一つできたら広げておきます。縦にバーッと広げるのではなくて、一面ずつ広げると最終的にこちらの方がしっかり開きます。折り目を直していただく感じで、そしたらこれも貼り合わせの時にこの状態だと貼りにくいので、ちょっと気をつけながらプレスしておくと今度は貼りやすいです。こんな感じでプレスがし終わって、まず枠、裏と表がありますけど、こちらの方が裏です。こちらに糊をたっぷり貼ります。この隅と隅、内側と外側の隅には塗らない方がいいです。表側に糊が回っちゃうことがあるので、たっぷりつける際に真ん中辺に塗るのがポイント。色付きの糊だとこうやって見やすいので、この糊がおすすめです。まずこの白の土台を貼ります。ピタッと貼っていただいて、持ち上げて伸ばす感じで、糊をたっぷり塗る理由はこう動くのでピンと貼りやすい。あんまり貼りすぎてしまうとこうアーチ状になってしまうので、ちょうどよく鉛筆が上向きでまず乗せます。この円と内円を合わせる意識で、とりあえずは置いて、で、糊が乾かないうちに調節をします。引っ張りすぎないように、合わせなくても後でこの周りの鉛筆は消せばいいので、こんな感じですね。で、こちらから見て鉛筆がここら辺が少し透けてて、ちょっと作品的に嫌だなと思えば、出ている部分を消すときにも気をつけてください。
この1番っていう数字を足さないようにまたのりをつけます。こう見てしまうとこの1番っていうのが消えてしまうので最初に大きく太く濃くなります。でこの1番の16分の1の3角のところにこの2番の16分の1の三角を乗せると柄が合うようになるので1番の上に2番を重ねる感じで置きます。1番と2番はこのハートが合う感じですに飾っていただいたときに案外日光で当たりすぎてしまうと枠が取れてしまうのでなるべく間隔狭く最後の枠はもう調節が効かないので真上から乗せたら結構上からグッと押した方がいいです。この時によく押すことがポイントで出来上がりですけどライトに当ててみますね。でこんな感じです。で裏から見ると1枚ベールがかかったような感じでこんな。これを切り抜いてちょっと遊んだものがこんな感じでハートいっぱいの作品が、まあ、2つ出来上がりました。